日ごとの過程、2021年6月22日。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消えうせ。生えていたところを知る者も,もなくなる。主の慈しみは良よいよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御技は子らの子らに、詩篇103 15 17から17節このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ神の栄光に預かる希望を誇りにしていますローマの神体の手紙5章2節私たちの人間としての存在は弱く儚いものだと思います人生百年時代と言われていますけれども何かその人生百年時代というふうに言われると どこかで人間はより優秀になり、より近づら、強くなっているような気分がありますけれども、でも本当にそうなのかなと思うこともあるんですよね。何歳まで生きたとしても、その年齢なりの衰えは否めないでしょうし、やはり全体としての弱さというのは、それぞれに体験することになると思うんですよね。今をどう生きるかということが問われていると思いますけれども、でもまあ、 その今が神様と繋がっている今であるなら、どこかに明日を極端に恐れなくても良い今を味わえるということになります。状況がどうなっているとしても、神様との絆の中で味わえる豊かな希望につながる今というのは、私たちのために常に用意されている祝福であり、キリストのおかげでそれぞれが受け取ることのできる祝福です。競争も 自己存在の主張も弱さも強さも関係なくキリストとの絆の中で私たちは神様によって整えられていき豊かな希望につながる今を味わうことができると聖書は教えるのです人の生涯は草のよう野の花のように咲く風がその上に吹けば消えうせ 生えていたところを知る者も,もなくなる。主の慈しみはいよいよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの見業はコラのコラに。詩篇103編15から17節。このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。ローマの神体の手紙5章2節。祝福ありますように。